長谷川孝一は、日本の財務官僚。東京大学公共政策大学院教授や、外務省大臣官房審議官、非引用、戦略的パートナーシップ協定主席交渉官、財務省東海財務局長を経て、アジア開発銀行日本代表理事。東京都大田区出身。奈高等学校を経て、1984年、東京大学法学部卒業。 大倉省入省。1986年米州開発銀行派遣。1989年ジョージタウン大学法学修士。2001年世界銀行派遣。2003年財務省国際局開発機関課開発企画官。2004年県地域協力課地域協力企画官。2005年財務省国際局地域協力課国際調整室長。 2005年財務省国際局開発機関課長。2006年国際協力銀行開発金融研究所主任、研究員2008年財務省大臣官房参事官。2009年財務省東京税関総務部長。2011年東京大学公共政策大学院教授。2013年から外務省大臣官房審議官、県欧州局を務め。 非 EU 戦略的パートナーシップ協定の日本側主席交渉官として交渉に当たった。2014年財務省東海財務局長、2015年アジア開発銀行日本代表理事、財務省大臣官房審議官兼財務総合政策研究所副所長を経て、2020年退官。ありがとうございます。